夫もよく耐えられたなと思う偉人の悪い妻たち5選。歴史に名高い厄災たちを知っていますか？彼女たちがどんなことをしてきたのか、ぜひ見ていきましょう。5. メッサリナ。彼女はローマ帝国の第4皇帝であるクラウディウスの妃です。彼女は立場を利用して冷酷で自分の欲望のままに生活していました。自分に都合の悪い人がいると夫である皇帝に頼み込み、すぐに処刑をさせるほどです。しかしそれだけにはとどまらず、性欲も強い女性として知られています。ダブル不倫は何のその、複数の男女を集めて自分の性欲を満たしていたという伝説も残っています。不倫をしてパーティーなどで性欲を満たしても、まだ気持ちが満足しない彼女、なんと別名で売春婦までしてしまいます。不倫相手に本気にもなってしまい、皇帝であるクラウディウスを殺害しようと考えます。もちろん反逆罪に問われ、彼女と不倫相手は処刑をされてしまいます。彼女が死んだ報告を聞いた時、夫であるクラウディウスは食事中だったため、もっとワインが欲しいと全く関心を示さなかったとのことです。なぜこんなひどいことをしたのか、その理由は皇帝と政略結婚させられたことだと言われています。4. コンスタンツェ。モーツァルトの妻。意外かもしれませんが、彼女は世界三大厄災で名前が出てくるほどとても有名です。二人は決して恋愛で結ばれたのではなく、家同士の政略結婚みたいなものでした。妻の家系から3年以内に結婚しない場合は、違約金を払うようにモーツァルトに誓約書が届いたくらいです。そんな二人が相思相愛となり、うまくいくとは思いませんね。モーツァルトは才能にあふれた人でしたが、コンスタンツェは音楽に疎かったようです。さらに自分の好きなように暮らし、家計に大きな赤字をもたらしたとされています。巷では彼女がモーツァルトにストレスを与え、早死にさせる原因となったとも言われています。モーツァルトが亡くなった時、きちんとしたお葬式をせず、なんと共同墓地に葬ってしまいました。伝説的な音楽家の遺体は未だに不明です。夫の死後、彼の残した楽譜などを売りさばき大富豪になり、デンマークの外交官と再婚して豊かに暮らしていました。もちろん正式な事実は分かっていないため、噂が独り歩きしていることもあります。真実はどのようなものなのでしょうか。3. 後世。毛沢東の夫人で政治指導者の女性です。過去は女優業もしており、行動力のある人物です。文化大革命を指導した人物として歴史的に知られています。政治的な活動に口出ししないという条件で毛沢東と結婚しましたが、ことあるごとに政治に干渉をして民衆を混乱させました。彼女によって多くの人たちが処刑されたり失脚させられたりした歴史があります。毛沢東の妻という立場から個人的な恨みの復讐まで果たしている女性です。女優時代不仲だった女性や、自分が好きでない伝統芸能を排斥したり、人の生死さえ自由にしていました。毛沢東が亡くなった後、投獄され罪に問われます。夫に遺書を書き残して獄中自殺を図る最後でした。2. アグリッピナ。ローマ皇帝クラウディウスには4番目の妻がいます。最初の妻メッサリナに不倫の果て暗殺を図られますが、4番目の妻にも暗殺を計画されます。クラウディウスは不憫にも、どうして奥さんに暗殺計画を練られてしまうのでしょうか。アグリッピナは皇帝ネロの母親として有名ですね。彼女は実はクラウディウスの姪にあたるため近親婚はできませんでした。しかし権力で無理やり押し通して結婚したとされています。彼女は数々の過ちを犯しました。まず息子を愛してしまい近親相姦をしてしまいます。さらに夫には
毒キノコが入った料理を食べさせ暗殺。権力を掌握することに長けており、高い知能から政治的にも優秀であったようです。そのため息子のネロを帝位につけることに人生をかけました。しかし最終的に彼女は愛する息子によって殺害されます。ネロが母を殺害した理由は、彼女と近親相姦をした事実を隠すためだったとも憶測されています。1. クサンティッペ。有名な哲学者ソクラテスの奥さんです。彼女はかなりの極悪で、世界三大厄災の一人とされている女性です。家事や育児をせず、自由気ままに暮らしたとされています。彼女は気性が荒く、夫であるソクラテスに水をかけたり暴言を吐いたりしていました。ソクラテスはよく悪い妻の代表として奥さんのことを出していたようです。セミの方がいいとつぶやいたソクラテスの心境は相当のものだったのかもしれません。家事もせず育児もせず、夫に当たり散らし、一日中好きなおしゃべりで過ごすという自由気ままに生きた女性です。彼女はなんとソクラテスの妻という小説にもなるほど悪妻として有名です。しかしその小説の中で、ソクラテスのような男と結婚すれば女はみんな悪妻になってしまうと書かれています。ソクラテスは定職に就かず街をぶらつき、道行く人に正義とは何かと問答する毎日だったといいます。家庭を顧みずに自分のやりたいことばかりを追求していれば、嫁が怒るのは無理もありません。となると、嫁が悪妻になってしまうかどうかは夫の日頃の行動も関係あるということですかね。世の男性諸君は、うちの嫁は最悪だと嘆く前に、自分の行動も見直してみた方が良いかもしれませんよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。